4月第4週営業終了。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月23日土曜日。はい、というわけで、第4週ね、無事営業をやることができましたので、先に結果発表からしていきたいと思います。前年2021年対比 101.6%、 前年対比 101.6% でした。2020年対比 156.6%、 2020年対比 156.6% でした。コロナ以前の2019年対比、92% でした。コロナ以前の2019年対比 92% でした、ということで、はい、今週ねもうボロボロやったんですけれども、ラストね、本日土曜日、超炸裂ねしましたね。土曜ということでね、まあお弁当も少なめでしたけれども完売し、夜がですねびっくりしましたね。今週ね金曜、昨日金曜もねダメだったんでね、土曜どうかなと思ってたんですけれども、なんとかね、なんとかというかなんとか通り越してね、超炸裂しましたね。亀山花火大会級の超炸裂ぐらいですかね。はい、というわけで、まあ今週というかね、まあ、ここ最近思うことがですね、出張のね、お客様がねだいぶ戻ってきたなということで、コロナ禍ということでね出張関係ってほとんどなかったんですけれどもね、最近ね、特に今月ぐらいからかな、出張のねお客様が増えてきたかなという感じですよね。でまあさらに今日で言ったらですね、観光客の方がね結構増えてたんで、夜のね、観光客の方が多かったんで、あ、宿泊客も増えてきたんだなっていうのはねちょっと感じましたね。はいはい、というわけでね、ゴールデンウィーク前ということでちょっとね、なかなかさ、白星ね上げにくい環境の中ね、土曜日吹いたのでね、あ、これはゴールデンウィーク行けるかもしれんなというか、まあご予約の方もね結構いただいておりますので、あ、これはゴールデンウィークはちょっと本当にね、綺麗に回せば、利益がね出るなというようなちょっと手応えというかね、感触がありますので、1週間ねちょっと死ぬ気で働こうかなと思っても次第でございますけれども、今週ねバテましたね。もう経年劣化というかですよね、まあ、2年間この、昼夜ね、二毛作で朝から晩までね働き続けてね、2年、ちょい何年目だ2年ちょいぐらいか、ですけれどもね、ちょっとねこの43歳になりますけれどもね、ちょっと疲労がね溜まってきてたみたいで、ちょっとねスカップ飲んでもね栄養ドリンク飲んでもね、あの脳がシャキッとしないなという時がね結構ありましたので、あ、芯から来てるやつだなというのをねちょっと感じましたので、あ、これはいけんなと思って、ただちょっとね連休前にこのなんかズーンと来るような感じがね、抜けないっていうのは参ったなっていう感じなので、ちょっとね、定休日日曜日でねちょっとゆっくりして、なんとか疲れをね抜きたいと思います、という感じですね。はい、でね、ニュース見てたらハンバーガー店のね倒産が急増と、店舗乱立で競争激化ということでね、ハンバーガー店ねブームになっておりましたけれども、まあ、唐揚げもねそうですけれど、ハンバーガーもねコロナ禍ではいけるぞみたいな感じでね、マックとか、まあ主にマックですよね、がコロナ禍でも調子いいよっていう話で、まあね居酒屋チェーンとかもハンバーガーね、出店しておりましたけれども、まあ普通に考えてね1000円以上のなんかいわゆるね食べにくいハンバーガーがねなんか最近主流になってますので、あれってどうなんかなとね個人的には思うんですけどね、まず食べにくいし手口汚れるし、でハンバーガーに1000円以上払うっていうのは、観光地とか、まあ、佐世保バーガーとかね、ああいう元々のねなんかその観光地でご当地ハンバーガーみたいな感じで売るんやったらね、成立するんでしょうけれども、地元民相手に1000円以上のハンバーガーで売れるんかなっていうのがねちょっと
そのブーム、ね、タピオカブームみたいな時だったらまだね OK なんでしょうけれども、ハンバーガーにね1000円から2000円ぐらい払ってから食べるという感覚がちょっとまず私にはないので、どうなのかなっていうのと、オペレーションが結構ねめんどくさいんじゃないかなっていうのをね、その高級ハンバーガーのなんか形見てたらですね、これ数回しにくいだろうなっていうのと、でまああとは小麦などのね、食材高騰と、まあ、あとね牛も使ってるでしょうから、まあ普通に原価が上がりますからね。じゃあハンバーガーね、高級ハンバーガーをもともと今なんぼかな2000円とかで売ってたのをね2500円で食うかって言ったらね、まあ食わないでしょうからね、まあ大変でしょうねという感じですね。ハンバーガー店のね倒産負債1000万以上は2021年度は6件だったと、コロナ関連の持続給付金、雇用調整助成金、ゼロゼロ融資など資金繰り支援策が走行し、2020年度の倒産は1件にとどまったと。だが長引くコロナ禍での業績不振でハンバーガー店はダメージが蓄積、さらにコロナ支援効果も薄まり、手持ち資金は枯渇し、奨励債店の息切れが顕著化し始めた。それを裏付けるように6件のうち5件がコロナ倒産だったと。渋谷センター街ではこの春にハンバーガー店が、数十メートル離れて2店開店した。マクドナルドなど大手ハンバーガーチェーンも新製品を投入しテイクアウトを強化している。他業種からの進出も相次ぎ、閉店した店舗の後に別のハンバーガーチェーンが出店する一時のコンビニ業界と同じ構図も見られ、費用を追って激しさを増しているということでね、熾烈な競争は消費者にはプラス面が大きいだが、小麦などの食材価格や光熱費が上昇し、人手不足も採算低下に輪をかけるハンバーガー店には死活問題だと。大手と新興のハンバーガー店の生き残りをかけた競争がどこまで進むのか、今日も競争が続いているみたいなね記事がありましたけれども、まあよくねあの昼間とかでもね、外売りお弁当しててもね、あのマックのねデリバリーがよくね配達してる姿を見て、ああ下関でも、しかも平日のね昼間でも、マックのねデリバリー注文する人がいるんだなと思ってね、昼間だからやっぱ普通に主婦層とかなのかなって思うとですね、ちょっとね意外なんですよね、であとまあそのデリバリーで成立するのはもともとマックが低価格路線でやってたから、まあ、成立するわけであって、まあ、その1000円以上バーガーとかじゃないから成立する、まあ、気軽にね、注文してパッと持ってきてくれるから成立するし、まあ、大手チェーンのねこの、そのね仕組みがあってこそ、そのね、デリバリーもできるわけなので、個人店でじゃあデリバリーもしましょうってなったら結構きついと思うんですよね。はい、で地味にね、これにも書いてましたけど、まあ、食材費、だけじゃなくてね光熱費ね、の上昇がねかなりボディーブローのようにね効いてくると思いますので、今年の夏ね 1.5 から2倍ぐらいねなるとこもあるかもしれないので、そうなったらねもう利益がねぶっ飛んじゃいますのでね、エアコン全開にした時の、8月ぐらいかな、8月の、光熱費がどれぐらいね、いくのかっていうのはね今から戦々恐々とね、しております。エアコン等使ってないね、電気代がちょこっとね上がってましたので、おっともう来たのかという感じだったんでね、あとガスが高い、というわけなので、原材料費ねよくね、FL とね、あとなんだ家賃か、って言いますけれどもね、普通にねあの変動するねあの光熱費、水道光熱費が今年はね、飲食店を蝕むというかね、殺しにかかってる来るようなね感じがするんですよね。だから儲け時、うちで言うとね一番儲け時のね8月、今年はね花火大会ちょっとありそうな感じなのでね、まあお盆とねお盆ウィーク等でね多分忙しいと思うんですけれども、その時期の、ね、エアコンフル回転の時に、どれぐらいね行くかということで、売り上げはね、過去最高みたいな感じになるかもしれませんけれども、利益がね全部水道光熱費でぶっ飛んでしまうというね、可能性がありますので、
今ね、夏の営業でね、今一番ビビってんのは、その水道光熱費にやられるというね、不測の事態というか、まあまあある程度予想はできるんですけれどもね、そこが意外と盲点かなという感じですよね。みんなあの原材料の方に行ってるけど、飲食店で意外とね、もう水道光熱費、特にお客様のね、感じ、お客様がね、もう今ちょっと調べればね、食材等のね値段なんて分かるわけなんで、ググれば分かるわけなんで、このね、原価でこの値段高えなとかね、安いなとかね、まあ分かるわけなんですけれどもね、けれども水道光熱費ね、ちょっと多分半端じゃないので、それをね加味すると、もっとね値上げしないと合わない店舗っていうのがね、かなりあると思いますので、まあ、そこにやられて、今年で飲食店終了っていうね可能性もなきにしもあらずかなって思いますのでね、ちょっと今戦々恐々とビビっておりますという感じですね。はい、というわけでね、今週も、皆様ねお世話になりました。また来週ね、あのゴールデンウィーク前、まあゴールデンウィーク始まりますけれどもね、来週からね、ちょっとね、気合い入れてね稼ぎたいと思います。ここちょっと稼いどかないと、ゴールデンウィーク後のね5月の落ち込み、またね、あの世界情勢と、またコロナのリバウンド等ね、まだどうなるか全く分かりませんので、稼げるときにね、稼いでちょっと余裕を作っとかないと、積んでしまいますのでね、頑張って稼ぎたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。